じゃじゃん見て、今日はね、なんと麦ちゃんとりっちゃんのフィギュアセット買ってしまったので、早速開封して中身を見ていこうと思います。で、このシリーズね、 C 賞とか D 賞って書いてあるから、多分ね、くじの景品だと思うんだよね、おそらく。俺わかんないんだけど、慶応のフィギュアも集めたいと思って検索したら、ちょうどこれが出てきて、2箱、りっちゃんと麦ちゃんセットで、だいたい4000円ぐらい。本当はさ、全種、まあ、せっかくだから全種コンプセットとか欲しかったんだけど、なくて、俺オークションで買ったんだけど、まあ、オークション普段めったに使わないんだけど、今回はね、ちょっと慶応のフィギュアが欲しかったから、でもね、なんかすごくいい人で、なぜかね、負けてくれたんだよね。値下げして、頼んでないのに、値下げ、その前にね、いきますわ。斬鉄剣、準備はいいかみんな。斬鉄剣、スラッシュ。まあまあ、とりあえず出して、見てみまするから、最初は麦ちゃん、高いっす。うわ、ごめん、麦ちゃん大丈夫か。おー、すげえ、マジか。絶対可愛いと思ったもんね。台座めっちゃ可愛くない？これ、ミッキーマウスじゃん。遠近法のミッキーマウス。すごいね。バック類もクオリティ高いの。で、この手にかけると、バッグを持たせることができるっつう奇跡ミラコ。ありがとうございます。やべ、めっちゃ可愛い。見て、麦ちゃん、みんな。麦ちゃんやばいよね。てかほんと可愛くない？麦ちゃん性格もそうだけどさ、見た目も可愛いし、あと声も好きなんだよね俺、麦ちゃんの。やべえ、すげえ可愛い。俺慶応のフィギュア今まで集めて、まあ、ちっちゃいのはたくさん持ってたんだけど、ペットボトルのおまけみたいなやつとか持ってたんだけど、これでかいの前から欲しいとは思ってたんだけどね、なかなか買う機会がなくて、今回ちょっとね集めようと思って買い始めたんだけど、やっぱめちゃめちゃ可愛いね。いや、慶応もう一回見たいな。つうか何年前だ、ケヨンとかハルキってもうすごく前だよね、おそらくね。うわぁ、月日が経つのは早いですな。なんかでもケヨンはつい最近な感じするんだけどね、でもかなり前だと思う。やっぱこのシリーズ台座可愛くね。そしてね、このシリーズ小物がすごくねクオリティ高いんだよね。バッグに、そして耳、この猫耳はミオにつけることもできると。うわぁ、すげえクオリティ高い、マジで細かいね。で、メインディッシュのりっちゃんである。おぉ、すっげえ可愛くね。やっぱりっちゃんすわ、もうナンバーワン。前髪上げてる女の子すげえ好きだわ。元気はつらつって感じがしていいよね、りっちゃん。ちなみに俺が一番好きなのはふわふわタイム。あーでもね、あーでもやっぱふわふわタイムかな、一番ふわふわタイム。おお、やっぱりっちゃんだよね。もうドラム、りっちゃんといえばドラムっすからね。うわ、素晴らしい。待って、これクオリティ高くない？絶対コンプしたい、マジで。うわー、揃えられるかな。バッグもちゃんと、おお、セッティングしました。いや、素晴らしい。みんな、このりっちゃんやばいぞ。ゲットするしかない。いや、本当にありがとうございます。りっちゃん。りっちゃん、ありがとうございます。俺の元に来てくれて一生大事でしょ、これ。すげえ、クオリティが。やべえわ、これ、本当に可愛い。クオリティめっちゃ高い。あー、でもな、これコンプできなかったらすっげえ沈むだろうな。コンプできんかったらどうしよう。まあ、狙うけどね。絶対コンプするわ。めっちゃ可愛い。りっちゃん、むぎちゃん、このコンビ最強じゃね？やば。これからね、どんどん慶応のフィギュアを増やしていこうと思ってるんだけど、すごくね、いいスタートが切れたわ。この可愛い二人見て、麦ちゃんにりっちゃん、ありがとうございます。このように存在してくれてありがとうございます。じゃあ次はこの同じシリーズ、あ、そうだ、まだ買ってない人、このシリーズでもう間違いないから、オークションとかで売ってると思うんだけど、もしね発見したら買ってみて、めっちゃ可愛いから。まあとにかくこのシリーズは外れないと思いますので、ぜひぜひ皆さんも買ってみてください。じゃあまた次回、今日も見てくれてありがとう。次はね、ミオとユイでお会いしましょう。めっちゃ可愛いぞ、4人揃ったら。早く全種コンプしたいわ。